Hey guys, what's up? ニックです。今回のこの英語を聞き取れますかはスーツに出てきたシーンです。今回はハーヴィーとマイクの会話です。一度会社を辞めてハーヴィーに呼び戻されたマイクが仕事で困っていることがあってハービーに相談してるんですけど、ハービーがマイクにきつい一言を言います。そして今回は二唐辛子編です。それは早速見てみましょう。この英語を聞き取れますか If you can't figure out a way to win, maybe I, way to win maybe I shouldn't have brought you back in the first place. If you can't figure out a way to win, maybe I shouldn't have brought you back in the first place. If you can't figure out a way to win, maybe I shouldn't have brought you back in the first place. To 君をもともと呼び戻さなきゃよかったかもねと言ってますそれもできないならなんでこの会社にいるわけみたいな感じで言ってますねまずは前半の If you can't figure out a way to win を見てみましょうまずは Figure out は考えてわかるという意味なんですね Find out と Figure out は違う意味です Find out は情報を得ることですね例えば知る バレる、調べる、突き止めるという意味なんですね。どっかで情報を得ることなんですね。例えば、人に聞くとかネットで調べるは全部、find out なんですね。それに対して、フィギュアウトは自分の頭で考えてわかることなんですね。例えば、推測するとか計算するとか、そういう時は、figure out なんですね。そして最初の発音のポイントは、can ですアポストロフィー T って基本的にはもう発音しないものなんですねアポストロフィー T はほとんど発音しませんそうするとできるの Can とできないの Can が同じ発音になっちゃうんですよね逆なのに同じ発音だと困りますよね発音自体は同じなんですけど強調が違います例えば I can go 行けると I can't go 行けないを比べてみましょうできるの can は強調されないとっても早く言うんですねそしてできないの can't は若干長く言うし強調して言うんですね行けるの場合は I can go になりますそして行けないの場合は I can't go になりますどちらも go が強調されるんですけど できないの方の can は go と同じ強調です一方いけるの can は強調されないですね I can go に対して I can't go になりますみんなで強調意識してリピーティングしてみましょう I can, go. I can go どうですかわかりましたかそれは今から言う文はどちらでしょうか I can't go どっちでしょうこれはいけないと言ってるんですね。I can't go と言ってました。じゃあ次は何でしょうもうわかりますよね。I can go。これはいけるの I can go なんですね。そして次は figure out の連結です。連結は死因で終わる単語と母音から始まる単語が並ぶとそれが連結するんですね。 フィギアは R で終わってて、アウトは母音から始まる単語なので、R の連結になります。まずは R の発音をちょっとだけ復習しましょう。日本語のラ行だと、前歯の後ろの歯茎に下が触れますよね。ラ・リ・ルってこの歯茎に下が触れますよね。R の発音はそこに下が触れないんですね。ラ・リ・ル になりますそこで歯茎に舌が触れればアウトです。R の発音になってないですね。また、R の発音は、うの口からスタートする感じです。ずっとうの口じゃないんだけど、うの口からスタートするイメージなんですね。ラ・リ・ルになります。みんなでやってみましょう。ラ・リ・ルですね。そして単語でまた練習してみましょう。 Rabbit, River, Ruby ですね。次は R が真ん中にある単語でやってみましょう。Arrive, Carry ですね。できましたね。R の連結というのは R が真ん中にある単語と全く同じ感じです。それは発音してみましょう。Arrive, Carry, Dinner at Figure out. ですね。ねできましたね。そして、連結といえば、その、Figure out の後に、また、あが続くので、T とあ、シーンと母音が続くので、また、連結なんですね。Figure out, た a タになるんですね。そして、T の発音は、はっきり、t, って言わないで、より D みたいな音にになります。あを続けて、もう一回言ってみましょう。Figure out, a, Figure out a ですね。そして way をつけてまた発音してみましょう。Figure out a way.Figure out a way. ですね。できましたね。そして次の to もポイントですね。これも t をはっきり発音しないことが多くて、away t o ということもあるし、さらに to が da になることも本当に多いです。それは to だの発音で、 さらに続けて言ってみましょう。Figure out a way to win. ですね。できましたね。そして win は特にポイントないですね。win も続けて言ってみましょう。Figure out a way to win. Figure win out to a way ですね。できましたね。それはこの文を全部言ってもらいましょう。If you can,figure t out a way to win. いきますよ。 If you can't figure out a way to win もう一回 If you can't figure out a way to win ですねできましたねそれはこのハーヴィーのセリフの前半を遅いスピードで再生して発音ポイントを確認しましょう If you can't figure out a way to win Can't の t は言ってないですねそして Can't の t は言ってないですね Figure out a way だと言ってましたね。それは後半を見てみましょう。Maybe I まずは、I shouldn't have は本当によく使う表現なんですけど、しなきゃよかった、すべきじゃなかったという表現なんですね。 続くのは動詞の過去分詞です。ちなみに、すればよかった、すべきだったは、I should have になります。I should have は、I should have に短縮します。have はもともと日本語にない、あとへの間の、えという母音ですよね。have ですけど、should have ってあんまり言わなくて、should have と言います。 日本語のあとうの間ぐらいのボ音なんですね。そして、shouldn't have の have も have と言わないで、また、shouldn't have、shouldn't have と言います。これがまた、あとうの間のボ音なんですね。shouldn't have と言います。shouldn't have はあまり聞かないですね。shouldn't have ですね。例えば、I should have gone は行けばよかったな。I shouldn't have gone は 行かかななきゃよかったなという意味ですねそれでは gone を続けて repeating してみましょう I should have goneI should have gone そして否定の I shouldn't have goneI shouldn't have gone ですねできましたねこの should've h a shouldn't have は砕けてない方の発音ですよ should've h a shouldn't have が普通の発音 そして、より砕けた発音があります。should've が、should'a ですね。これも、should'a じゃないですよ。should'a と、日本語の、a の母音なんですね。そして、しなきゃよかったは、should'na になります。should'na じゃないですよ。should'na になります。この発音もちょっと練習してみましょう。I should've gone.I should've gone. I should そして否定の I shouldn't have gone.I shouldn't have gone. ですね。できましたね。自分で話すときは should've, shouldn't've で十分ですよ。もう本当に自然だしそれ以上砕ける必要はないんですけどただネイティブはよく s h o u l d a shouldn't've という発音で喋ってるので聞き取れるようになるためにこれにも慣れておきたいですね。ここでハーヴィーが I shouldn't have Brought you back と言ってます。これは bring you back が原型、君を呼び戻す会社にの原型が bring you back そしてその過去分詞は brought you back ですね。君を呼び戻さなきゃよかったと言ってます。そして brought の t が完全に脱落してます。発音してないですね。brought you と言ってます。 先ほどはシーンとボインが並んだときは連結するという話があったんですけどシーンとシーンが並ぶと手前のシーンが脱落する、落ちることがよくありますそして t が特に落ちますそして w の前の t、r の前の t、y の前の t が特に落ちます brought you back もう、リピーティングしてみましょう。b r o h t you b a c k b r o h t you back. ですね。できましたね。まずは、Maybe から Back まで言ってみましょう。Maybe I shouldn't have brought you back. ですね。いきますよ。Maybe I shouldn't have brought you back. もう一回。Maybe I shouldn't have brought you back.Maybe I shouldn't have brought you back. Maybe I で,すね、できましたね最後の in the first place はもともととか最初からという意味の塊なんですねこの in から place まで一つの単語のように覚えちゃいましょう最初からもともとという意味ですねここでハーヴィーは最初から君を会社に呼び戻すんじゃなかったかもねと言っています発音で言うと first の t が落ちることが多いです。ここでは若干発音してる感じもするんですけど、まあ、半分落ちてますね。first place と言ってます。これも言ってもらいましょう。in the first place.in the first place. ですね。できましたね。それはこの文を全部言ってみましょう。maybe から place まで一気に言ってみましょう。maybe I shouldn't have brought you back in the first place. Maybe I shouldn't have brought you back in the first place. ですね。できましたね。そしてこの文も遅いスピードで見て発音ポイントを確認しましょう。Maybe I shouldn't have brought you back in the first place.Maybe I shouldn't have brought you back in the first place.Shouldn't have の V はここでは若干発音してるんですけど、普通のスピードだとほぼ聞こえないですよね。そして完全に落ちてる場合もあるので、 先ほど練習した「しュルナ」にも慣れておきましょうそして brought の t は完全に落ちてましてね brought you back と言ってましてねそれは今回のセルフを全部ゆっくりスピードで聞いてみましょうそして今度は全部普通のスピードで聞いてみましょう どうですか最後は聞き取れましたかネイティブ同士の会話って本当に聞き取りにくいですよね。そして、慣れるためには自分もそういう発音で発信してみるということですね。このシリーズでトレーニングして、だいぶ聞き取れるようになったという人が多いので、 とっても嬉しいですネイティブの英語本当の英語が聞き取れるようになりたい人はこういうトレーニングをしましょうそして次回もお見逃しのないようにチャンネル登録もしてくださいそれでは See you next time!